それでは自己紹介お願いします。アリです。中学2年生の13歳です。出身は愛知県です。趣味や好きなことを教えてもらっていいですか？趣味はレジン液でキーホルダーを作ることです。同世代の子に流行ってたりするの今？いや、そんなことはなくて。なんで始めようと思ったの？ TikTok とかで。あ、へー、そうなんだ。これって1個作るのにどのぐらい時間かかるんですか？だいたい1時間ぐらいかかります。今のやつはうまくいった自信作ですか？はい。芸能界を目指したきっかけや理由を教えてください。芸能界を目指したきっかけは、名探偵コナンのアニメを見て、どうしてキャラが喋っているんだろうと思い、その時に声優という職業を知り、興味を持ったのがきっかけですか？はい。それ何歳の時？だいたい小学3年生、4年生ぐらいなんで、コナンが大好き。はい。ちなみにコナンの誰が好きですか？江戸川コナン一択です。あ、もうまっすぐにコナンなんだね。はい。どんなところがコナンを好きな理由ですか？コナン君はなんか可愛らしいところもあったり、かっこいいシーンとかもあったり、ギャップみたいなのもあって好きです。好きなんだ。声優では誰が好きになるんですか？高山みなみさんです。なるほど。芸能界での目標、夢っていうのも教えてください。コナンの映画で味方のキャラとして声優として出たいです。なるほど。他になんかその声優以外でこれもやってみたいとか思ったことはある？ YouTuber。 ちなみに今 YouTube でどんなものを見てたりするの？ワニワニピーポーとか、モナリザのタワゴトとか。それってどんな YouTube なんですか？普通の漫画は絵と文字だけで表現しているんですが、マニマニピーポーやモナリザのタワゴトはイラストに絵がついているし、喋っているからどういう話かも頭の中に入りやすい。内容的にはどんな作品になったりするんですか？10分とかで見れちゃう。もう短編なんだ。はい。あ、短編。ショートストーリーの、まあ、漫画を YouTube でアップしてるっていう。やっぱ漫画好きなんだね。はい。コナン含めていろいろな、まあ、漫画と関わった声優のお仕事とかしたいっていう感じですか？はい。特技があったら披露いただけますか？ここでは披露できないんですが、ハンドボールです。いつ頃からやってるんですか？中学生から部活としてやっています。ポジションはあるんですか？ポジションはサイドというポジションでやっています。なるほど。体を動かすことは特技だったりするんですか？はい。学校のその体育の授業とかは成績的にはいいんですか？はい。じゃあちょっと話は変わるんですけれども、学校ではどんな子ですか？学校では元気で明るい。友達も多く。はい。学校ではどんな子として放課後とか遊んだりします？放課後はあんまり、友達とは遊ばないんですが、休み時間は一緒に喋ったりして過ごしています。中心的に喋っちゃう感じ？いや、中心的ではないか。名探偵コナンの声優の高山みなみさんと一緒に共演できるように頑張ります。以上、愛理でした。